皆さん明けましておめでとうございます。ナオズーです。去年もたくさんね見ていただいて本当にありがとうございました。今年も変わらずに、動画をねお届けしようと思いますんで、ぜひ見ていただければと思います。で、実は今年なんとこのチャンネルが始まって10周年の年なんですよね。いや、びっくりしました。僕自身もねさっきそれ気づいたんですけど、これはね驚きましたね。10年というのはね、すごいなと思います。僕自身もね、そんなによく続けられたなと思うんですけど、やっぱり皆さんにね、見ていただいてるから続けることができたと思いますんで、これね、本当にありがたいことだなと思いますね。なので、それにね、できる限り応えられるように頑張っていきたいと思います。ということで、その10周年最初の動画なんですが、このレゴの鐘の鳴る木を紹介していきたいと思います。まあ、なんだかんだ言ってもね、やっぱりお金は大事なので、僕自身も、そして皆さんのところにも、たくさん今年お金がね、来るようにという願いを込めて、これを今回紹介していきたいと思います。袋は6で、パーツは336個。そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。鐘の鳴る木というと、僕個人はね、観葉植物をイメージするんですけど、これは春節、中国の春節の縁起物ということで、これはこれでね、いいですよね。すごくね、鮮やかで綺麗だなと思いました。で、ぶら下がってるパーツ、これ通常であれば、レゴであればね、カボチャとして使われるパーツですよね。ですけど、鐘の鳴る木、これはね、みかんらしいです。で、さらにぶら下がってるこのね、赤いやつなんですけど、これもお年玉で同じ。馴染みの、ポチ袋らしいですね。で、さらにこのね、硬貨も、これプリントパーツですけどぶら下がってるということで、まあ全体的にすごく縁起のいいものだということらしいです。で、サイズ感なんですが、高さが約17センチ、で横幅がまあちょっと配置の具合にもよるかなと思いますけど、約14センチになってました。ちなみにプリントパーツ拡大するとこんな感じになってます。硬貨と、ポチ袋ということでね。やっぱりこのね、なんというかデザインが、中国らしいなという感じはしますよね。で、幹の中にはテクニックパーツの軸が入ってるんですよね。それが上から、ここね、緑色のパーツ見えてますけど、あそこが一番下の部分になります。なので、それより上のところで折れることは基本的にはないかなと思うんですけど、それより下のところというか境目のところですよね。ここがね、すごく脆いです。
上の方をちょっと横に動かすだけでポロッとね、こんな感じでもう本当に簡単に、折れちゃいますんで、飾ろうとされてる方はちょっと注意した方がいいかもしれません。それと下の赤い鉢のところなんですけど、これもねよくできてるなと思いました。結構ねしっかりパーツも使ってますんで、どっしりとしていい鉢になってるんじゃないかなと思います。それと鉢の後ろの部分にこんな感じのねアイテムがついてるんですね。金の塗装パーツを使った船型ということで、まあ船なのかなちょっとわかりませんけど、すごくねこれ綺麗だと思いますんで、まあこれだけ飾っててもねいいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。飾るにはちょうどいい大きさになってると思いますし、パーツ取りするにもね、いいセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は336個です。以上、レゴの金のなる木40648を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。